はい、ワダツー、おはよう。音声映像問題ない？音声と映像問題ないでしょうか？どう？みんな音声映像来てますか？ OK、 おはよう、寝起きです。 OK、 よろしくお願いします。 OK、 はいはい。どうも。横浜向かいます。新宿から横浜ってどれくらい距離あるんだろう。結構遠いのかな。結構遠い。まあまあ、しょうがない、しょうがない。体が大事だから、体が資本だからさ。うん、しょうがないよそれは。バカありがとう、アイテムありがとう。おいっすー。ちょっとね、ベッキーの車に乗って横浜向かいます。ベッキー前出して。今日荷物多いよ。配信、外配信の機材プラス格闘技だから荷物パンパン。ベッキー、みんなにおはよう。おはよう。ベッキーとリューチェルみたいになってる。おはようございます。横浜駅周辺でいいか。横浜市、横浜駅は横浜市じゃないの。分かんないけど違うな。検索できないの？お、ブロンズクルちゃんありがとう。おはよう、増田さん。おはよう、ランズクジ、ありがとうございます。Thank you.
寝起き寝起き、スロースターターだから俺ら寝起きマンですよ。のんちゃんはあの素肌メイクなんで薄化粧です。ねえのんちゃん、はい、引かないでね。そうだよ、ワドチェルだよ今日は。ワドチェル、はいはい。画像ぬるぬる外配信、この電波ちょっと出力上げてるんだけど、格闘技イベントいつもより高画質じゃないよ今日。俺の放送で生放送するから。どうみんな、音声と映像問題ない？花粉症花粉症、音声映像大丈夫ですか？気にしなくていいよ。音声映像問題ないですか皆さん？ OK？ じゃあこの設定でいくよ。大丈夫かな、ぬるぬる動いてる？ブロックノイズ出ない？これでいいよね。これでも普通の配信者より高画質で撮れると思うから。普段 YouTube に上げてんのはさ、パソコンで最高画質で撮ってるんだ。今回それできないね。これでいこうか。じゃあ設定、あんまり出力上げると止まっちゃうから、捨て頃ワンみたいになっちゃうから。手土産なんていらないよ。リスナーさんの笑顔が一番の土産やで。せやなって言わないとダメじゃん。せやな。だから1秒間に20コマ送ってるんだけど、多分大丈夫だと思うけど、見てる感じブレてないよね。 OKOK、 じゃあこれで撮るよ今日。でカメラ2発入れるから、カメラ2発でいきます。
あのリングは定点でワイプで鮫島さんで OK。 リング定点カメラの小さくワイプで鮫島さんで OK。 多分それが一番いいと思うんだよね。それで行こうか。OK、 それで行きます。閲覧どうだろうね、わかんない。まあ来てくれると嬉しいけどね。俺主催の初めての練習会だから、個人的な練習会ドルさんとはやってたんだけど、あの俺のトレーニングはやってたんだけど、こういうなんかみんながやってるようなの主催するのは俺初めてなんだよね、なんだかんだ。まあ、主催本当はポチエムなんだけど、自分で企画打つのは初めてだから盛り上がると嬉しいですね。閲覧そんなの伸びるかな、どうだろうな。300とかじゃないの。日曜日って結構閲覧取れないんだよ。300とかその辺じゃないのかな。普段の放送よりちょい多いぐらい、多分そんなもんだと思うよ。変えていい？米ビューさ、前から思ってたんだけど、これさ、背景色を黒に変えて、ちょっと一回テストさせて。なんかね、外配信って外の色味が変わるから、ちょっと思ってたことがあるんだよね。多分これうまくいくと思うわ。ちょっと設定変えるわ。今のうちテスト配信やります。これを黒にするじゃん。そうすると潰れるはずなんだ。こっちの方が良くねえか。こうして、
回楽しみにしてるわ。ありがとう、ワドツです。おはよう、イエスさん、おはよう。ワドツー、炎上忘れてた。ありがとうね、お餅ありがとう。
ね、あれだよ、リアトツはね、18時半までやってるし、18時半から、は格闘技のリアトツ、OK ですよ。ブラキンさん、何時頃横浜に来れるのか教えてもらったら、詳細送りますよ、僕。18時半、要は6時半まで駅でリアトツ町やって、そっから先は、あれですよ、会場用意してあるんで。闇に来れる人ラッキーですね、今回。金結構かかってるんで。ここでやります。ここで、格闘技観戦できます。今日企画、これがあるんで。ぜひよろしくお願いします。間に合う。9時半ぐらいまで会場にいるから間に合いますよ。浦筋さん来ます？来るんだったら会場直接来れる URL 送りますけど。あらわしからいらっしゃい。パスタ食べてないね。何も食べてない。いいんじゃない？アドレナリン出にくくなっちゃうから、もうエナジードリンクガンガン飲んでドーピングしとこう。空腹の方がいいんですよ。腹いっぱいになると動けなくなるんで。後でがっつり食います。昨日食ったから大丈夫だよね、うん、昨日がっつり食ったんで。20時終わりっていうか、20時に横浜にいるんだったら多分間に合うと思うけど、そっから向かうってなると多分厳しいかもな。桜餅3つありがとう、アイアイさん。アイテムありがとう。シーズンか。のんちゃん
面白かったよ。俺昨日ねタイムシフトでワンワン VS のりこ見たんだけど、なんだ救急車警察か、誰取り締まるんだろう、なんだろう、なんか暴走車両いた、じゃあか奥か、いやワンワンとのんちゃんのあのメイク動画最高に笑ったんだけど、あれは面白かったね。なんか事故とかあったんじゃない？事故かな。多分そうだよね。誰か追っかけてる感じじゃないもんね。
ね、漫画の見過ぎで、バンデージになんか仕込むとか言うじゃないですか。確実に壊れるの僕の拳の方っすよ。あんな漫画だから。漫画。本当にメリケンとかも拳壊れると、あ、メリケンはまあ大丈夫か、握り込むから。バンテージになんか仕込むっていうのは多分よっぽどっすよ。中にクッション入れたりで、多分レフェリーチェックで一発でバレる。じゃあ過去にあるのかな、プロボクサーとか K1 とかでなんかバンテージになんか仕込むとかいう事例ってあるのかな。それで世界戦剥奪とか聞いたことなくないですか。絶対拳いかれますから。だってバンテージってもともと拳を保護するためのものなのに、そんなところにクッションどころか鉄の塊入れるのが絶対やられるから。なんか空手クソ強い同級生がいて、高校1年生で県大会3位になったのかな。いや、めちゃめちゃ強かったんですよ。そいつが言ってたけど、空手とかボクシングとかある程度その武道ができるようになると武器が邪魔になるって言ってましたね。トンファーとかパイプとかバットとか逆に邪魔だって言ってました。そう、黒帯ぐらいの実力になると。だから師範代とかはあるんですよ、空手にも武器技が。トンファーとかサイとか、それよりもやっぱ素手の方が強いっていうやつ。あ、ヌルヌルはあるだろうね、秋山じゃん。あれは卑怯だよね。ヌルヌルはあったね、秋山でしょ、元オリンピックの。あ、だってヌルヌルってね、コントかよってなるよね。ヌルヌルで戦うの無理だよな。それはでも卑怯だよね、組み技防止。
らいにやるわ。体ブヨンブヨンになっちゃったよ。ヤバたんだね。しばかれたらどうしよう。辰彦にしばかれんのかな。辰彦のさ、セコンド見た？超すごいよ。肘、肘、肘入れろや、ぶっ殺せ言ってたよ。あれ笑うよね。何回見ても笑わない？辰彦のセコンド動画見た？柄悪すぎだからね。殺せ、肘入れろや。関西弁怖ー。だっちゃん怖わーだったもん。あれを見てるとあの温厚な辰彦を怒らせたらダメだなって思う。のんちゃん車ランボルギーニ、俺ランボルギーニしか乗らないからね。えのんちゃん、ランボルギーニだよ。いらっしゃい。うん、ゆうかさん頑張ってください。いってらっしゃい。
キングある？はい、ワタツー、キツネさんいらっしゃい。28号さんいらっしゃい。この辺にパーキング、あ、あるな。地下とか第2って書いてある。あったわ。これはありがたいよね。もうパーキング降りた瞬間タイムズ。いや、28号さんの家通ったかどうかわかんないっす。どこだか知らないんで。今、なんだ、横浜西口？首都高降りたところ。もう横浜着いた。早かったね。タイムズ。あ、桜咲いてる。ありがとう、さきちゃん。頑張るよ。ありがとうね、アイテム。タイムズ探さも1分が限界。わかるわかるわかるわ。それすげえ辛いよね。あのふわっちの配信者それ多い。なんか下手、あのいつでも入ってきても楽しめるように構成考えるとかないよね。なんかダラ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 やってるから、なんかわ、なんかもう俺もダメ。1分で飽きる。それがないの。便所さんとか、まあ、どれさんとか途中から見て楽しめるのが。わかるわ、すげえ。およそ300メートル先。ああ、了解了解。2丁目は右方向。OKOK。了解です。まあ全然全然、あの、あ、後から入ってきてもいいんで。うん、あそこにする？まあぐるっと回ればいいじゃん。まっすぐじゃない？わかんないけど。まあ、リスナーさんが教えてくれるし。ドレさん、便所さんはいつ見ても楽しめるかな？あの、トークが。なんか、あと、うなちゃんとかね、5分おきに、5分から10分で一つの話題終えるようになってるから。あれはうまいね。雑談下手だと見る気しないよね。ていうか、もしかしてカプチーノもういないのか？もしかして俺も限界だったのか？カプチーノ1分経ったよ。いる？カプチーノ？カプチーノがいなくなった？ああ、俺もダメな対象だったんだ。いたか、よかった。うん、びっくりしたわ。1分経ったらいなくなってたかと思ったわ。俺もかい？俺もなのかい？ねえ、楽しみにしてて。でもまあ、枠回し鮫島さんだから、まあ結構ありだと思うよ。米さばきがないとつまらないじゃん。だから米さばき、ちゃんと鮫島さんにお願いできたっていうのは本当になんかいい企画になりそうだよね。格闘技ダラダラやってても、そのミット打ちの時とかやっぱだれるから、スパーリングは別に解説いらないかもしんないけど。ありがとう、さきちゃん。ありがとうね。怪我はね、今日ね、試合バッチバチの試合一本やるから大怪我するかもしんない。いいね。ここでいいんじゃん。安くない？
当日最大1300円。これでいいよ、向こうでもいいよ、わかんない、エデンさんいらっしゃい、ありがとう、お持ちありがとう、運転お疲れ様です。のんちゃ ん、うちの運転手ベッキーです。ベッキーだよ、ベッキーだよって、ゲスの極み乙女です、はい、一本吸っていいタバコ、うん、リボンのケンさんいらっしゃい、まだ、あ、まだ開けちゃった、ゆうさんいらっしゃい。ね、結構早く着いたね。多分止まってたら電波は安定してるんだよ。あんちゃん手ぶらで平気？財布ぐらい持とうよ。財布入れるものがないんだよ。いや、あの、なんか突発的にジュース頼んだりするかもしれないから、うん、まあいいや、俺が金持ってくからいいや。フォローありがとう。帰りや、いや、パッと帰ると思うよ、多分。うん、先に家電屋さん行って、で、USB なの、カメラどうしようかな。カメラ、1個買おうかな。どうしよう。ロジクールの1万円のカメラ、もう一発買ってもいいかなと思ってんだけど。どうしよう。そしたらより高画質で撮れるんだよね。あ、ボクシングシューズだ。てか日の丸つけてるってことはプロボクサーなんじゃないの？ねえ、拳がすごいもん。何て書いてある？ボクサーでしょ、うん、ガタイ違うもんね。プロボクサーじゃん。あ、シャドウやってる。そうか、多分俺の声を聞いてファンサービスでしょ。そうか、うん、プロボクサーっぽい人が通った今。すごい、ガタイ違うね、やっぱすげえ肩が違うね、やっぱ。うん、後で見れるよ。 YouTube のチャンネル登録しといて。リアとつまちは18時半、あと2時間やってこの枠を、でそっから1回配信切って19時半スタート、配信は。まあ、テルとかも多分向かってるっしょ。テル今どの辺にいるかわかる？パソコン勢だ、ツーウィンドウ勢いる。テルが今どこにいるかわかる人。多分テルと合流するんじゃん。テルと。うん。なんか駅前で俺は暇つぶしてるよ。リスナーさんと触れ合ってる。その色かわいいじゃん、ピンク。赤よりもピンクの方が似合うんじゃないの？ピンクいいよね。ピンク似合うよね。明るい色。濃い色より。薄い、発色のいいピンクだって。いいじゃん。うん、それ俺買ってあげたやつ。うん。あ、それだ。俺が選んだんだもんね。それ OK。買ってもらったのは赤。赤か。
のりこ面白いからさ、あの、うん、一眼レフのカメラ買ったらさ、のりこメイク動画 YouTube アップしてこうよ。絶対ウケるって。俺のチャンネルでさ、月1でも週1でもいいからさ。ちゃんと編集してくれる？編集するするする。のんちゃんがこういうキラキラな感じだから、その憧れの YouTuber みたいなことやりたいんでしょ。ああいう風にやってあげるから。うん。あ、パルム向かってる。どの辺にいる？どの辺にいそう？アンコロ、アンコロパソコン勢だったらちょっと2ウィンドウで、まあ大体でいいよ。高速乗ってるとかさ、そんな感じで。もう横浜いるよとか。あ、電波が弱いからね、確認できないんだよね、他の人の配信。うん、春らしい口紅でいいよ、だって。みんな似合ってるって。うん、機嫌良くなってる。ありがとう、アイアイさん。うん。高速から下に降りた。遠いなって言ってた。高速から下に降りた？着いたんじゃないの？じゃあ。のんちゃん元がね、あの、パッチリした顔立ちだから、そうそうそう。Cさんいらっしゃい。俺も実はね、化粧映えする顔なんだよ、この顔は。メイク配信やったことある？何回か。歌舞伎役者みたいな顔とかね。フォローありがとうございます。みんな、このツイッター、もしよかったら確認しておいてください。企画の詳細です。あ、そっか、俺、あれか、パソコン配信だからキャプレンのか。今日ね、あの、格闘技の企画あるんで、格闘技好きの人は、ぜひ、フォローしてください。よろしくお願いします。よろしくです。リア凸も OK で、ソファー席用意してます。よろしく。エナジードリンク行こう。これから試合っすね。あの、テルとかとはやんないけど、リスナーさんと思いっきりぶん殴り合います。あのね、台本なしのガチガチのやつなんで、怪我する可能性あるんで。試合はね、多分ね、8時過ぎだと思う。試合自体は。スパーリングとか、その前に練習やるんで、練習会の最後の締めに、僕、リスナーさんとぶん殴り合いますんで。しばき合います。しばき合います。今日荷物多いよ。今日はフル装備だから。やっぱり多いよ。アルパルも来て、全然来てもらえた。今日配信者結構リア凸多いんだよ。見学にね、ペニーさんと海宝も来るから、全然ウェルカムですよ、配信者も。じゃんじゃん来て。殴られた顔してねえよ。どこだろう、駅。向こうっぽいね。あ、電車走ってんじゃん。ここ覚えといてよ。写メ撮っとけば。携帯は持ってこようよ。いつもね、本当に手ぶらなんだよ、のんちゃん。財布もね、携帯すらも置いてくかんね。リスナーさん、全然リアツゾッケーだよ。詳細見て、詳細。リスナーさんもいっぱい来るよ。まあ、10人ぐらいだけどね、全部で。まあ、15席用意してるから、ここに書いてある。18時半までに、あの、僕がいるところに来てくれれば一緒に案内しますんで。大歓迎だよ。結構来るよ。今日だから初めて会うリスナーさん何人かいるもん。で、一番遠いところから静岡から来るって。多分今向かってる人もいると思うよ。静岡から行くって言ってた。すごいよね。静岡から横浜までリアトツすごくない？どう？電波安定してる？歩き配信だと。
電波どうすか、ぬるぬるすか、画像。そうね、電波問題だけ不安なんだよ。目黒か、じゃあ大丈夫だね。え、何、何聞こえない、何、ここまっすぐ行けばいいんじゃない、なんでこっちじゃないの、ナビがこっちに変わってた。嘘、いいいい、大通りから行った方が分かりやすい。電波安定了解。目黒か、パルは来ないんだ。あ、ここだ、多分ここだ、さっきのジムの人、ボクシングジムって書いてあるじゃん、プロボクサーだよ多分。誰だろう、井上直也。え、ちょっと待って、今日ここじゃないの会場、多分ここじゃない、レンタルしてる。横浜ボクシングジム、あ、ラーメンうまそう。あ、腹減った。何も食わない方がいいよね、ねえ、もう気持ち悪くなって、あ、やべえな、飯食っとくべきだったな、もっと早く起きて。今食わない方がいいよね、ゲロ吐くよね多分。いや、ガンガンコーヒーとか入れてドーピングしよう。おにぎり1個ぐらいなら大丈夫かな。どっちだろう。お、え？いいよいいよ。旅の醍醐味だから。ウィダーインゼリー、いや、なんかね、カフェインとかモンスターエナジーとかでドーピングしたい。こっちじゃねえな。向こう、ありがとうございます。あ、オッケーオッケー、今寝カフェにいんのね。足なんか複雑だね。そば、消化に悪いやつ選んだな。そばって消化めちゃめちゃ悪いんだよ。はい、ワドツービールありがとう、KP。 俺歩くのめちゃめちゃ早い。そう、忍者って呼ばれてるから超早いよね、歩くの。そう、何、いらっしゃい。うどんか、でも食わない方がいいと思うんだよね。ボディ打たれてゲロったりしたら嫌じゃん。いや、ドーピングだけするわ、ドーピングだけ。いや、練習じゃなくて試合があるんですよ今日。リスナーさんと2分3ラウンド、あ、じゃあ3分2ラウンドをしばき合いするんで、練習は練習でちゃんとやるけど、最後試合やるんで、1時間半トレーニングした後しばき合いっすよ。その前に俺辰彦にボコされる可能性あるけど、辰彦とテルにしばかれるかもしれない。1回ぐらいいいとこ見せてみたよな。
え、ていうかのんちゃんあれじゃん、 なんだかんだ格闘技の練習初めてじゃん、あのジムでやるやつは。来たことあったっけ？あるっけ？いつ？公園の練習会じゃないよ、うん、え、いつあったっけ？池袋。え、袋あったわ、いたわ。テルも達彦も強いよ。鮫島さん地元だからすぐでしょ。5時半に家出るとか言ってたから多分近所なんだと思うよ。おしゃれだね、横浜は。いや、ドルさん亡くなってないね、ガンだね。ドルさんは死んでないよ、ガン。え？駅か。ほんとだ。え、ねえねえ、みんな、あれって何口これ。この横浜駅って何口？ドルさん、ガン疑惑だね。俺、一昨日ぐらいに話してる電話で。これ、この横浜駅って何口だろう？どうすればいいんだろう。これが西口？多分これが西口。西口二つあるって言われたけど、こっちじゃないぞ多分。多分別の方だと思う。交番がないもん。まあ、とりあえず淀橋行こう。淀橋。高島屋がある方。もうすぐ左行けばヨドバシ。 OK。 サプリさんいらっしゃい、シレンさんいらっしゃい。これはなんだ、横浜初めて来るからわかんねえな。いや、交番あるの西口の交番前に来てくれって言われてんだよね。高島屋があんのね。これなんだろう、なんか工事中のビルがあるね今。この工事してるビルはこれ、工事中のビルがある、でっかいやつ。あ、ニンニいらっしゃい、今北産業。向こう、あ、高島屋向こうじゃん、全然遠いわ。高島屋向こう、ジョイナスっていうのがここに出てる。反対側来ちゃったんだ。高島屋に行けばいいの？え、もうポチエムいんの？え、これ田中さん現場なの？ここ。え、ショゴロさんじゃん。ショゴロさん久しぶりっす。ショゴロさんここで働いてんだろ。ショゴロさん知ってる？あ、ニコ生の、あの旧車乗ってさ。ショゴロさん久しぶりっすね。ショゴロさん生主だよ。え、生主のショゴロさんだよね、違うのかな。 SGR って言った旧車乗ってる、俺会ったことはないんだけど、ショゴロさん結構ネットでのやり取り。あ、いいよいいよいい、あの時間に来てくれたらそれで OK。モアーズっていう、なんかね、ジョイナスって書いてある。あ、高島屋じゃん、あれ。あったあったあった、これだ多分。これで合ってるわ。子供これでしょ、これで合ってる。ジョイナスここじゃね。右行けばヨドバシ。大騒ぎ、子供なんて書いてある。高島屋って書いてある、多分ここだよね。あ、これじゃん、ここだ、集合場所ここだ。金の像があるところでしょ。金の像で待ち合わせでいいじゃん。ここだここだ、合ってる合ってる。金の像があるところでしょ、合ってたわ。
タバコ吸えんのかな、どっかで。あ、今いいけど。なんかブロンド像がある。この金の像のところで待ってればいいの？この金の像でいいの？待ち合わせ場所。どうすればいいんだろう。あっちがあるんだよ、なんかヨドバシはどこにあるの？あれじゃん、あれだ、向かいだ。ヨドバシ行こう。これね、あの汗かくから目に入っちゃうの。タバコきび、あ、そっか、横浜タバコ厳しいんだ。そうだわ、忘れてたわ。これヘアバンドか。そうそう、練習着で来た、もうめんどくせえから。そっか、神奈川横浜あれだ、タバコ厳しいのか。あれ、どうやって行くんだこれ、ヨドバシ。どうやって行くのこれ。信号あるの？渡れないんだけど。この上通んなきゃいけない。かな。ドトールか。ドトールでも配信できないからいいや、タバコ我慢するわ。でも腹減ったなマジで。めちゃめちゃ腹減ったわ。地下街入った方が、いや、もうぐるっと回っていく。あ、ダメだこれ、渡れねえじゃん、信号がねえよ。どうしよう。モアーズって何？信号ある？どこ？信号あったわ。横浜都会だね。の洋館みたいなのをひとつまみすると糖分でパワーアップする。あ、了解です。じゃあモンスター、あ、レッドブルと洋館食おうか。レッドブルと洋館を食いながらポチエムしばこう。そうしよう。それで行こう。携帯みたいな方がいいじゃん。どうだろうね。あ、バッテリーがないって。そう、バッテリー。あ、いいや、一回さ、放送ここで切るわ。で、ヨドバシカメラの買い物が終わったら、駅前でもう一回配信つけます。 OK ですか？一回ヨドバシカメラで買い物して配信は落とします、僕で。配信復活するときは駅前で凸町から開始しますんで、うん、よろしくお願いします。それで行きましょう。ありがとうね。みんなぜひ、今日、試合やるんで、フォローよろしくお願いします。ぜひフォローしてください。これだ。これが地下道か。あ、これからジョイナス。ジョイナスの地下道、これだ。そうだね。だから、15分後ぐらいに駅前に戻ると思う。15分後。
じゃあ皆さんお疲れ様です。また後で。